熟成30日以内で出荷されているコーンウイスキー。禁酒法時代の密造酒を模した製品。熟成期間が短いため、ほぼ無色透明。なお、アメリカ英語で密造酒をムーン社員と綴るが、この製品のラベルにもムーンと社員の文字が見られる。コーンウイスキーとは原料グレインとして80%以上のコーンを 含むマッシュから作られ80、80%以下のアルコール濃度に上流したアメリカ産のウイスキーである。しばしばコーンリカーとも呼ばれる。コーンウイスキーには熟成させる義務はなく、そのまま出荷しても構わない。この場合、液色は無色透明である。なお、もし熟成させる場合は、新品の焼き焦がしを入れていないオーク製の樽か中古の樽を使って熟成させねばならない。 また熟成させたとしても、熟成期間は通常短く6ヶ月程度のことが多い。ただし、もっと長く熟成させることもある。バーボンウイスキーもコーンウイスキーも共にトウモロコシを主原料としているが、原料におけるトウモロコシの使用比率がバーボンは原料の51%以上、コーンウイスキーは80%以上と定められている。コーンウイスキーを内面を焦がした。 新しい樽で熟成させた場合、それはバーボンとみなされる。ありがとうございます。